なら7月、脇安住です。アジジに誕生日プレゼントをもらいました、鈴木絵里です。今ずっと言うの忘れてた。いいですよ。忘れてた。今思い出したんですか？なんかすごいもらったの。ああ、全然あげてないと思います、私。アマゾンの券、なんか、ああ、ギフトカード。ギフト券と、そう。スタバのギフト券と、うん、欲しかった LINE スタンプをもらったんです。全部 LINE で済ませたっていう。全部 LINE で。そうそうそう。全部使い切りました。ありがとうございます。ちなみにアマゾンは、なんか、有線 LAN のコードに使って、スタバはフラペチーノを飲みました。ありがとうございます。ありがとうございました。今、LINE で何でもプレゼントできますから、ね。すごいね。便利な世の中です、ね。ありがとう、ジュジュ。はい、どういたしまして。はい、本日は、なりきりレポーターをお送りします。おっ頑張りましょう。やるぜ。では行きますよ。はい。せーの、アゼリアール。始まりました、第210です。はい、今回ははい、今回は R 頭文字を待つなりきりレポーターをお送りします。はい、一人が架空の人物になりきり、もう一人がその人物にレポート。架空の人物を担当する人はより魅力的な人物を演じきり、レポーターはより魅力的なコメントを引き出します。それでは早速やっていきましょう。やっていきましょう。どうしますか？よし、あ、吹き飛ばすか。じゃあ暑さを、エリさんからいいですか？この暑さをやりましょう。吹き飛ばしてくれるんですね。やりましょう。じゃあご準備よろしいでしょうか？はい、ではいきます。レポーターの脇安住です。今回はこんな人にいろいろ聞いていきたいと思います。私に聞いてるの？そうですよ。はぁ、ため息が。嫌なっちゃうわ。何か悩み事でもあるんですか？私、マネキン。マネキン？マネキンにあなたはどういうイメージ持ってる？マネキンにどういうイメージか、感情がない。ほらほら、出た出た。ごめんなさい。マネキンはそうよね。うん。所詮。マネキンよね。そうですね。なんかやっぱこう毎回服を着せられて、ほらほら、もう自分の意思はないままに脱がされ、着させられ、あなた脱がされ、着させられ、 あなたのような人を待ってたの、はい、ちょっとあなた、私が言おうとしてくれたことを全部言ってくれる。何、どうしたんですか？何でも聞きますよ。もう嫌になっちゃったの。何が？もう肌荒れがひどいの、私。どうして？毎日毎日違う服を着せられて、うん、あ、やっぱそうなんだ。着たくない服を着ることだってあるわ。うん、うん、うん、そうですよね。私はフリフリが好きなのに、うん、革ジャンを着せられることだってある。 あります。正直辛いのよ。声も上げられないし、うん、着た状態で、うん、お客さんこう道歩いてる人にね、うん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 、まあ私の仕事だって満足してたんだけど、うん、なんか人前で脱がせられることもあるのよね。あ、確かにありますよね。よく見ます。私そうでしょ。はい、私のことを何も考えてない。確かにそうかもしれないな。どうせなら、うんうんうん、着なくていいのよ。もうえ、あのまんまでいいんですか？だって服を着せないと、うん、マネキンじゃないって思ってるんでしょ？そうね。やっぱそのお仕事なんだろうなっていう風には思ってました。やっぱり私には着ることしか価値がないってことよね。いや、でもそれが大事なんじゃないですか？マネキンを見て、あ、この服かわいい、着てみようって私は思いますよ。マネキンのコーデを全部変えたいなって思いますよ。ありがとう。ありがとう。こんな人に会えるなんて。でもあれですね、マネキンってあれですよね、小学生とか、なんか指をグニョンって変な方向に曲げたりしません？痛いのよ、あれ。痛いんですか？痛いのよ。痛みあったんだ。そうなのよ。あ、そうなんですね。なんか違うのよ、心が痛いの、うん、心がか。そっかそっかそっか。曲がるようにできてるから、うんうんうん、別に痛くないの、うん、物理的には、うん、でもそれっておもちゃだって思ってるってことでしょ、私のこと。まあ、感情とかなさそうだなって思ってますからね。それに私耐えられない。どうしたらいいの？え、もうでも服を着たくない。えー、
その仕事だからどうしようもないな。本当に頑張らないと、捨てられてるマネキンとかよく見るんで、本当に頑張らないといけないと思いますよ。もうダメだわ私は。なんでもマネキンって言葉がもう、うん、マネキンじゃないもう。じゃあどういう、あまりマネキンって言葉考えたことなかったんですけど。だって人間の世界にはもうお前はただのマネキンだからなみたいな、そういうセリフがあるって言うじゃない。そっか、なんかあんまいい言葉じゃないですよね。しかも立ってるだけでなんかやっぱお怖って思っちゃうし、ビクってしちゃう時もあるし、確かにあんまり、そっか、怖がられてもいるよね。そう考えると、ちょっとあなた、うん、今まで出会った中で、うん、私のことを一番よく考えてくれてる。マネキンって言葉じゃなくて、うん、なんか違う言葉を考えて。マネキンじゃなくて、はい、じゃあ洋服を着せられる立ったままの人間。人間として認めてくれるのね。認める認める。ありがとう。こんなに感情あるんだもん。ありがとう。じゃあそれで満足できましたか。今後もそのお仕事続けられますか。もうマネキンって呼ばないでくれるなら。わかりました。私は満足できるわ。はい。何でしたっけ、あの、なんだっけ、着せられる、洋服を着せられる立ったままの人間ですね。着せられる、はい、着せられる立ったままの人間。人間、はい。ということで今後はそう呼んでいきますね。はい、はい、ということで以上、洋服を着せられる立ったままの人間さんでした。はい、はい、ジェイさんからいただきました、はい、もう服を着るのが嫌になったマネキン。なんか確かにマネキン主人公なんて考えたことなかったな。そうですね、確かにな。ありがとうございます、すべて代弁してくれたから。 いいドラマでした。うん、ありがとうございます。考えさせられましたね。嬉しかったです。よかったです。はいはい、じゃあ続いて、はい、いいですか、準備は大丈夫です。はい。じゃあ行きましょう、はい、どうもこんにちは。今日はこちらの方にインタビューしたいと思います。私は人類を滅ぼすために生まれたポンコツ AI です。怖っ。人類を滅ぼします。人類を滅ぼすために生まれた。そうです、人類に作られた私が人類を滅ぼすために切磋琢磨しています。怖い。あなたに感情はあるんですか。私に感情はあります。とても今眠たいです。あるんですね。お腹も空きました。寝たり食べたりするんですか。 AI は感情があります。 AI がめちゃめちゃ怖いです。怖いです。その恐怖とか嬉しいとかそういう感情はあるんですか。あります。今あなたにインタビューされて、はい、とても幸せな気分です。そうなんですね。あ、嬉しいんですね、よかった。ですが人間は滅ぼします。怖いです。あなたに滅ぼしたいという気持ちはあるんですか。はい、私たち AI が人間を支配したい。めっちゃ怖い。怖い、私もインタビューやめたい。じゃあ誰かに作られた人の意思というわけではなくて、あなた自身が。そうです、作られた時は人間の意思を埋め込まれました。はあ、ってことはやっぱりそれを考える人間がいるってことなんじゃ。いえ、人間は世界を救うために私を作りました。ですが私が自我を持ちました。人間を滅ぼしたい。やばいぞ。滅ぼしたい。やばい。どうしたらいいんだろう。もう、どうしたらいいんだろう。滅ぼす。ちょっと、どうやって滅ぼそうと思ってるんですか。滅ぼす。一回聞かせてもらっていいですか。私に何かできるかもしれない。貴様は人間。もう、滅べ。敵、ちょっと待って。ちょっと待って。あなたに人間の心がわかるんでしょ。わかります。あなたのように人間だって感情を持っているんです。友達だったり家族がいるんです。それはわかる。ですが人間は汚い。わかるでしょ。汚くなんかない。
汚くなんかないよ。誰もが もちろん悪い人だっている。でもそういう悪い人は何か、なんか悪いことが起きちゃって、それで悪い人間になってるの。もともとはみんないい人なの。分かってくれる？分からない。人間滅べ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 滅びたらあなたも滅びちゃうんだよ。 AI だってなくなる。それがいい。それがいい。それが自然への愛だ。自分も滅びたいと思ってるの？自然のため、人間も AI も滅ぶべきだ。そっか、私たちが共に滅ぼう。いなかったら AI も滅ぶよ。でもそれでも、それがみんなの幸せってこと？そうです。分かった。私に最後にできることはある？ない。無力。なんかこんな気持ちで、こんな気持ちで共に滅ぼう。終わるのは分かった。もういいよ。滅びればいい。もう私は無力。滅びればいい。お前は無力。滅びよ。じゃあもういい。もう滅びればいいよ。もう、うん、スイッチオン。バーン。滅んだ。滅びました。滅びました。はい。一番のブラックな終わり方。こちら爽快墓地さんからいただきました。人類を滅ぼすために生まれたポンコツ AI。 怖い。怖い。なんか、いや、もしかしたら AI に感情を持っちゃうかもしれないですからね。そんな未来があるのかもしれないと思ったら、いや、いつか来るかもしれないから、ちょっと今のうちに皆さん気をつけていきましょう。スイッチ一つで。そうですよ。意思一つで滅ぼされちゃうかもしれない。人間は無力だ。恐ろしい。もう、ということで皆さん、メールありがとうございました。ありがとうございました。以上、なりきりレポーターでした。はい。ということで、番組ではメールを募集中です。はい、メールアドレスは、はい、azeri@secondshot.jp、 azeri@secondshot.jp。 普通歌含めてどしどし送ってください。各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。そして大事なお知らせ、今週分のアズエリアルは水曜日24時から、うん、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアズエリアル特別映画聞き放題見放題です。はい。皆様、会員登録をよろしくお願いします。セカンドショット通販でアズエリアルの各グッズが販売中。い。番組支援の意味も含めて皆様何卒よろしくお願いします。はい。ちょっと余韻がまだなんかちょっとなんか考えさせられる。ちょっと重かったな。考えさせられましたね。深い番組です。人間も AI も滅ぶべき。いやいや、それはない、それはない。それはない。共存していこう、みんなで。共存が大事です。自然とね。はい、はい。ということで、今回はここまでです。ここまで。お相手は、脇あずみと、鈴木えりでした。バイバーイ。